八十一から七七百六十五、百六十六、七百六十七型は、ロシア連邦のメトロワゴンマッシュと十月、電車修理工場が製造を手掛ける地下鉄用電車。モスクワの愛称を持つ。クラッシャブルゾーンを導入した、全面、車内の LED 照明、フリースペースの設置、Wi-Fi 通信への対応など、モスクワ地下鉄をはじめとする導入先の地下鉄で初と、 なる要素が多数盛り込まれている。2012年から2016年にかけて、モスクワ地下鉄には、空調装置や LED 全消灯、VVVF インバータ制御を採用した81から760、761軽電車が導入されていた。それに続く、新たな車両を開発するため、2013年に、モスクワ地下鉄は、ロシア各地の研究機関や、 トランスマッシュホールディング、シーメンス、アルストム、ボンバルディアトランスポーテーション、カフなどの鉄道車両メーカーの技術者とともに次世代の車両の開発プロジェクトを立ち上げた。その中で81から760、761系の欠点の改善や乗客の快適性の向上などが行われ、車内外におよそ200カ所以上の革新的な技術が用いられることとなった。 こうして、設計、開発が行われたのが81から765、766、767型である。最初の車両は2016年に完成し、翌2017年にモスクワ地下鉄へ輸送された。編成は片側に運転台が設置されている。電動制御車の81から765系。 運転台がない電動車の81から 766K、主電動機が設置されていない付随車の81から767型で構成される。車体はステンレス、台枠や骨組みは退色コーディングを施した、低合金高張力鋼で作られている。先頭部にはクラッシャブルゾーンが設置され、衝突事故時の運転手や乗客を保護する。 全面左右の端に設置された全小灯や微灯は LED を用い、利用客の目が眩むのを防ぐため駅に近づくと、自動的に明度を低くする機能を有する。連結面には転落防止のため大型の貫通ホロが設置されており、隣の車両との往来が可能である。両開きの乗降扉の幅は81から760、761系の1250。 ミリメートルから1400ミリメートルに拡大し、開閉時には LED による照明や音によって注意が促される。座席はロングシートもしくはボックスシートで、先頭車には車椅子やベビーカーが設置可能なフリースペースが設置されている。車内各部に設置されている手すりはステンレス製だが大半が青色のプラスチックで覆われており、金属の冷たさから、 乗客の手を保護する。モスクワ地下鉄向けの車両は、車内中央部にも手すりが設置されているが、乗客の往来の支障になることが指摘され2018年以降、デザイン変更が行われている。車内には、紫外線ランプによる空気ろ過システムを搭載した、冷暖房完備の空調装置が完備されている。照明は LED を採用しており、消費電力が蛍光灯を利用した、 従来の車両より半減している。朝は白色、昼から夜にかけては黄色と乗客が快適に過ごせるよう色合いが時間によって変化する。また Wi-Fi 通信や充電用の USB ポート、目的地までの経路を検索することが可能なタッチスクリーンなど利用客の快適性を向上させる設備も多数搭載されている。台車は81から760。 761型と比べて軽量になり、線路への負荷が減少しているほか、騒音を抑える吸音材を使った低応力構造が採用され、快適性が向上している。電気機器はメトロワゴンマッシュが開発したイベット素子を用いた VVVF インバータ制御方式を用いる主制御機を含むキャトップマイナス3が使われており、81から760。 761系のキャトップマイナス2から消費電力を35%削減し部品の見直しによりメンテナンスの簡素化も実現している。主電動機はオーストリア TSA 製の誘導電動機である TME43 から23から4型を用いる。これらの主要機器や車内、停車時の車外の様子は監視カメラや自動診断システムによって管理されており、情報は 運転台のモニターに表示される。導入にあたり、アクティブシチズンの公式ウェブサイトでオンライン投票が実施され、22万人以上から寄せられた応募の中からモスクワが採用されている。81から765、766、767型2017年2月に最初の車両が到着し、 試運転が行われた後2017年4月18日から営業運転を開始した。導入に合わせた路線の施設更新も実施され、最初の導入先となったタガンスコクラスのプレースレンスカヤ線では枕木の更新が行われている。当初はドアが開かない、オーバーランが頻発するなどのトラブルが多数報告されたが、これらはメトロワゴンマッシュの工場での修理により、 改善されている。最初に導入された8両編成に加え、2018年からは、半自動ドア、電動制御車の座席のボックスシートへの変更などを実施した6両編成の81から765.2、766.2、767.2型が登場し、地上区間を有する肥ィリオやスカや0へ導入された。 また同年には座席に、モケットが貼られた8両編成の81から765.3、766.3、767.3、ガタが、2019年以降は、ブレーキシステムの改良が行われた8両編成の81から765.4、766.4、767.4、ガタが製造されている。 2020年まで2874両が導入される予定となっており、大量の車両を短期間に生産する必要があることから、メトロワゴンマッシュに加えサンクトペテルブルクの10月、電車修理工場も2018年以降製造に参加している。モスクワ地下鉄での運用時には、第3機場からの終電を行うが、導入前には全ロシア鉄道研究所で実施された。 ン運転や鉄道見本市エキスポ線250での公開走行が行われた際にはパンタグラフが搭載され、河川からの終電が実施された。81から 765B、766B 型2017年、アゼルバイジャンの首都、バクーを走るバクー地下鉄は、メトロワゴンマッシュとの間に5両編成を組む81から 765B、 766B 型の導入に関する交渉を開始した。翌2018年に契約が結ばれ、同年4月20日から最初の2編成が営業運転を開始した。2019年にも2編成の導入が予定されている。81から7 6 5 5計2 0 1 9年、ウズベキスタンの首都タシュケントを走るタシュケント地下鉄で建設中の 環状専用の車両として81から765.5系及び81から766.5型による4両編成5本が導入された。これらの車両は2018年に発注が行われたもので同地下鉄向けに使用変更が実施されている。また、今後の延伸計画を踏まえて45編成の追加発注も予定されている。 81から 765.4K 型、ロシア連邦、タタールスタン共和国の首都、火山市内の火山地下鉄には、2020年5月に81から 765.4K 型および81から 766.4K 型による4両編成1本が導入されている。これは、前年の2019年に発注が行われたもので、制動装置は、 完全停止時も含めて空気ブレーキを併用しない電気指令式ブレーキが採用されているほか全車両に貫通路が設置されており火山地下鉄で初めてとなる編成全体が往来可能な車両である。また新型コロナウイルス感染症対策として自動空気消毒システムが搭載されている。ありがとうございます。